続きましてはこちらでございます。地獄楽4巻でございます。こちら先日の方がですね、まあでも76点ですかね。まあ今回の、ストーリーっていうところは、まあヒントとなる部分というか、まあやっぱりね3巻ぐらいまでで、まあこの世界に住んでる住人というか、この土地に住んでる、まあ、仙人をどうやって倒すのかっていう風な、まあ、攻略法っていうのがね、4巻でね、まあ、若干明かされた部分ではあったんですが、攻略法とかっていうよりも、やっぱりね、泥臭さとかの方が、ね、僕はやっぱ好みっていうか、まあ、好みの段階でしかないんで、ストーリー的にはこういう風に挟み込んでても、別にね、何の違和感もないんですけども、まあ、こういったところを見てるとね、もしかしたら地獄楽って結構ね、まあ、早い段階でもしかしたら、まあ、完結に向かうかなっていうのも、ちょっと想像したくなるんですよね。10巻以内とかっていうか、まあ10巻ちょっとっていうのも別にね、なんか人気あるからめっちゃ長引かせる必要とかも全然ないから、まあでもそういう風にねちょっとね、ちょうどいいペースで終わったりすると、まあなんかね、傑作として、まあ世にはばかる幅、まあ轟くんじゃないかなっていうのもね、まあでもねそういう風な感じで、うん、ちょっとね今後もまあもちろんね期待したいのは間違いないかなと思ってますね。続きましてはこちらでございます。アヒルの空50巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ82点ですかね。まあでもまあアヒルはもちろん安定して面白いんですが、こんなにクソ分厚いのに、まあ対戦相手が大栄って決まってその前の段階でしかないっていうか、本当ねその試合前までの前日練習までしかないストーリーっていうのが、まあなんかやっぱそこら辺の楽しみってね、アヒルって本当めちゃくちゃあってね、ストーリーの展開っていうのもね、なかなかやっぱアヒルの空ってね、本当特殊やなというか、ちょっとずれてる感があるんですけども、まあやっぱり僕もね、アヒルの空、まあ完結にもう向かってんのは間違いないかなと思うんで、そういう風になったらちょっとね、まあ、作品についても話したいかなと思うし、ここら辺がね、ずれてるんじゃないかなっていうところのね、面白さ、まあそれをね、もしかしたら一番の特徴になるかもしれませんが、うん、やっぱりねこんだけでもやっぱ試合始まらなくても面白いっていうのはやっぱアヒルの空はさすがかなって印象でしたかね。50回に関してもね。続きましてはこちらでございます。グランブル12巻でございます。こちら点数の方がですね、まあでも67点ですかね。まあ今回はね、パラオに、まあなんていうんかな、ダイビング留学みたいな感じでね、まあ夏休み利用するって形にはなったんですが、まあそのパラオに行くための、まあパスポートをね、実家に帰って、取りに行くんですが、それがなかなかうまく進展していかないっていうところのギャグ回っていうかコメディ回オンパレードっていうのが12巻のまあ出来にはなるんですが、はっきりとした兄弟愛とかではないし、まあそのねしおりちゃんから見てもツンデレっていうのは一目瞭然かなと思うんですけども、それをね、やっぱおふざけの中に入れてくるっていうところも、まあなんかそのもちろんもう昔から思ってたねダイビングともうギャグのまあメリハリの良さというかね、そういう使い分けがめちゃくちゃしっかりしてるっていう、ダイビング使わなくてもねやっぱりね普通にドラマチックな、まあそんなに全部が全部ってわけじゃない、本当に一握りでしかないですけども、まあそこら辺で作れるのも面白いし、まあ最終的にはやっぱりギャグで落とし込んでくるっていうところのまあストーリーというところもね、まあ面白かったんですが、ちょっとねめちゃくちゃ僕の中で盛り上がりにはまあ欠けるかなってぐらいのね、まあそんな大したようなストーリーではないかなっていうぐらいのね、そういった感覚なんで、まあ次回がもっと僕の的にはまあ面白くなるんじゃないかなって感覚ですかね。続きましてはこちらでございます。永遠の消防隊15巻でございます。こちらは点数の方がですね、まあでも87点ですかね。まあ本当面白いっていう一言につきますが、まあもちろんそれ込みでまあ今回に関しては、まあベニマルと、ジョーカーがね、手を組んで、まあ西洋教の謎に迫るって形ではあったんですけども、まあ本当ね、まあ、ジョーカーに関してもね昔からまあこいつもちょっとね、まあ何かしらの事情があるけど、まあそんなはっきり悪役とも読めないキャラクターっていう目線と、やっぱベニマルっていうのもね、まあ消防隊員の中で最強を誇るってぐらいでも、やっぱ歯止めが効かなくなるっていうか、暴走するとまあ止めるのも本当非常に困難になるってぐらいのね、難しいキャラクターっていうのはね、やっぱり、まあコンビ間のね面白さというか、まあ、そういった2人の関係の中のまあ面白い部分っていうのも見られましたし、この2人がただただ性欲を攻めていくとかじゃなくて、やっぱり元々の核心に迫っていくっていう、まあサスペンス要素もまあなるほどなとかって思わせるところもね、非常に興味深くてですね、まあやっぱこういう風にですね、最初から初期設定で、こういうことを決めるよっていうところがぶれない漫画ってね、やっぱ中毒性もあるし、僕みたいにハマればやっぱ15巻まで来てもまあ安定して面白いと思えると思うんでね、今回がその
元から決まってた、まあ、謎に迫るっていうところの一部でしかなかったけど、その一部の中でも、まあ、判明した部分でね、面白さを引き立たせたのは間違いないかなと思うんで、まあ、16巻も、まあ、まだまだ面白くなっていくんじゃないかなと思いますね。続きましては、こちらでございます。デガウザー2巻でございます。こちら点数の方がですね、まあでも71点ですかね。まあそんなめちゃくちゃ面白いってわけでもなかったんですが、まあ今回はデガウザーという、まあ殺戮兵器をね、まあその謎に迫りながらも、まあその後にね、まあその兵器の奪い合いみたいになっていくっていうところ、そしてその兵器を使ってどういう目的が、まあ繰り広げられるのかっていうか、それを判明するっていうようなね、ストーリーにはなってますが、1巻で見ててもね、渡辺淳先生の画力ってね、僕もそんなに詳しくはなかったんですけどもね、作者の方に関しては。でもまあやっぱり安定してるって分、その絵の安定に僕が甘んじてるって言うと、ちょっとね、厳しい言い方になりますが、まあなんかその演出上がそんなド派手なことせんくても、まあ、その絵の中のね、まあ、いいところと悪いところっていうより盛り上がりっていうところが、僕はあんまりはっきりはしないかなって感覚なんですよね。まあストーリー的には別にね、盛り上がらんくもないかなと思うんですけど、なんか安定しすぎるとこうなるんかなっていうのも、なんとなくね、デカウザーってそういう風に見えるところって多くて、僕の中ではやっぱり80、90いくにはね、やっぱ演出とかストーリーってね、絶対重要かなと思うんで、そういうのに関して言うと、やっぱこの作品70点ぐらいは、まあ今後もずっとね、そういう路線に行くんかなと思うんですが、まあそこら辺はね、まあ今後の展開によったらもしかしたらね、まあ面白い演出とかストーリーも見れるんかなって感覚ですかね。続きましてはこちらでございます。バトルスタディーズ17巻でございます。こちら点数の方がですね、まあでも62点かなそんなところですかね。まあ僕の個人的な好みとしては、スポーツ漫画ってやっぱりね、いろんなキャラクターに焦点当たってるのももちろんだし、野球なんか特にね、やっぱ9人と9人でやってるんだから、まあ全員が全員でまんべんなく見せるって難しいですけど、やっぱりね、脇役は脇役でも本当に地味な活躍って見せたいとは思うんですけど、まあこういうワンマンチーム相手とかね、まあしかもこっちに関しては DL 側もね、別にね、そんなにね、全員が全員目立ってってわけでもないんですよ。本当可能一人っていう感じっていうのもすごく強くてね、よくよく考えてみたら、野球って部分だけ見るとそんなに中身も大したことないっていうのもね、いやーまあちょっとね、本当17巻まで来たら、もし、やっぱりね、最初の頃のまあ面白さってほぼも見せれることってできないからね、まあ高校の実態っていうのももう出し尽くしたんじゃないかなって思うところもありますが、単純にね、高校、甲子園出場を目指す、まあそういったところのね、面白さっていうのも、まあ今後もっとね、期待したいかなというふうに思いますね。続きましてはこちらでございます。ルイ泣き虫の殺しは2巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ48点ですかね。まあちょっと1巻は面白かったんですが、2巻になるとね、まあ1巻の終わりからの続きで言うと拉致られるんですよね。まあ理由は本当わからなかったんですけども、まあそれがなんかあるんかなと思いきや、まあそのまんまのストーリーだったというね、本当普通に拉致られるってぐらいでしかなくて、いやー、まあちょっとね、やっぱ殺し屋家業っていうのが、僕は本当ね、こういう風なスタイルっていうのもね、ちょっとね、面白かったんですけども、こういう女の人が拉致られるって全然珍しくもなんともないし、そこに何かのドラマがあるんかなっていうかね、やっぱ何かしらの実は、わからない実態に追われる恐怖っていうのが一家って面白かったんですけども、なんかそこ封印するとやっぱね、普通の、なんか本当に誘拐される人間主人公っていうような感じにしかならんから、まあちょっと残念やったかなって感想なんですけども、まあ3巻ぐらいからもしかしたらね、元々のベースの面白さって返ってくると思うんでね、そこに期待したいかなというふうに思います。続きましては、こちらでございます。恋と嘘8巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ65点ですかね。まあもう正直に言うとね、面白かった半分、まあやっぱいつも通りか、みたいなところのね、微妙な感覚半分っていうところで、まあ微妙な感覚で言うとね、まあほんと自圧しますね、恋と嘘って。なんかやっぱなんでなのって思うところをね、もっとね、まあ今明かしてもいいんじゃないのって思うところも多いけど、それをずっと自出すっていうのが、まあ下手したらそれってストレスになるんかなと思うんですよね。僕自身もまあ、それを想像したくなるっていうのを読者の楽しみかなと思うんですけども、
いやなんかやっぱり8巻まで来るとね、やっぱり関係性とかもね、ほとんどやっぱこういう作品で変わらんから、そこもね、まあ下手したらそこでだれるって思ってもおかしくないから、ちょっと僕自身はね、もっとそういったところを、やっぱ読者は絶対に気になると思って決まってると思うんですけど、そこね、ちょっとね、もうちょっとなんかね、やっぱ動かしてほしいかなと思うし、逆に言えばね、初期から、あれこうなったんじゃないなと思ってたところが、今回はちょっとね、そこら辺は逆にちょっと動かしてきたんで、そういうストーリーはやっぱりね、やっぱ展開が面白いっていうのは当たり前ですけど、それをね、ようやくここをね、進展してきたっていうのもね、まあそれも一個あったんで、全部が全部ね、何も進展しない話ってわけではないから、でもまあやっぱ僕自身もね、本当1話は面白かったけど、まあその後どうなんかなっていう作品に関しては、今回に関してはね、まあ、五分五分って感じですかね。まあでも五分五分よりもちょっと、まあ、気になってたところが動いたっていうところが、まあちょっとね、面白かったかなっていうか印象ですかね。続きましては、こちらでございます。メタモルフォーゼの縁側2巻でございます。こちらの点数の方がですね、まあやっぱ89点ですかね。いやー、ほんと1巻も面白かったけど、まあ2巻も面白いということで、いやー、まあやっぱりね、こういうおばあちゃんと高校生、女子高生っていう共通の趣味としてね、出会った2人っていうところの、まあ友情って言ったらね、まあ年の差だから、そういう友情がまあ絶対ないとは言いませんけども、やっぱ仲を深める演出とかもものすごく面白くて、同じ学年とか、あるいはお母さんとかね、まあそういう、まあ思春期の特徴っていうところも活かしながら、でもやっぱり自分と全く関係のなさそうな人、そして今自分よりも長く経験しているおばあちゃんとかだったら、まあ話しやすいんかなって、気軽にそういう話せる関係性からね、悩みを打ち明けるとか、そういうのってね、まあすごく理にかなってるかなと思ってて、やっぱおばあちゃんの使い方とかも本当うまくてね、一巻とかでもね、やっぱおばあちゃんあるあるみたいな、ジェネレーションギャップみたいな感じるところも結構あったりもしてね、本当こういうね、おばあちゃん主人公って見かけ倒しでは全然ないところが、まあ本当に2巻でもね生かされてるんじゃないかなと思うんでね、この漫画も結構ね売れてると思うんで、まあ2巻しか出てないんで、ぜひとも皆さんにも読んでいただきたいかなと思うし、まあ BL 系ではあるんですが、やっぱひねった変化球みたいな BL 系だと思うんでね、まあぜひとも僕自身は本当に読んでいただきたいかなというふうに思いますね。続きましてはこちらでございます。金田一犯人たちの事件簿、4巻でございます。まあスピンオフですね。こちらの点数の方が、まあ68点ですかね。まあいつも通りっていうところと、まあ今回は高藤いよいよ初登場ということで、まあでも高藤出てもやっぱりやり方はそんなに変わらないんで、なんかそこら辺がね、まあ残念だけでもないけど、まあやっぱ他の犯人たちとの思考全然ちゃうな高藤っていうところ面白さとかもあったから、この作品ってこういうもんだろっていうベースは守らんといかんからっていうのも、なんかそこら辺がちょっとね飛び抜けて面白かったらもっと僕の中ではね点数高かったかなと思うんですけども、まあまあスピンオフにしてはね、まあ一つ作品としては出来上がってるんで僕自身はね悪くないと思うんですが、こういうちょっと印象的なキャラクター使うとね、もうちょっと違う何かしらのねアクセントをね、見たいかなというふうに思いましたかね。続きましてはこちらでございます。レイリー5巻でございます。こちら点数の方がですね、いやーでもやっぱ91点ですかね。いやーほんと面白かったですね、レイリーもね。まあ今回はね、前回の続きとして居城からの脱出劇っていうのがまあ一番ね、まあ目立ってたストーリーかなと思うんですけども、戦国時代ってねほんとね、まあやっぱ年齢差って全く関係ないやなっていうのが如実に伝わってきますね。レイリーだけじゃなくてやっぱ勝よ、まあ信勝とかも見ても、なんかそこら辺戦局動かす人間のこのね信念とかもそうですし、やっぱりそのずば抜けた頭脳っていうのをこの年でここまで考えられるかっていうところとかの、まあ信勝とかね特に頭脳が光る部分かなと思うんですけども、いやーやっぱりそういう風なね本当子供というか、まあ年齢層っていうところがね、僕自身はねやっぱりその大人と子供ってやっぱりもっとね、知識の差って絶対出てくるかなと思うんですけども、まあそれをまあ経験とかでね生かしてるんかなっていうのもね、そこもなんかちょっと上手いかなと思いながら、信勝の方が明らかにね、天性って感じのね、感覚が強いんですけど、やっぱ天性っていうのもそうだし、やっぱこのまあいろんな修羅場をくぐり抜けてきたレイリーってキャラクターの経験が生きるっていうところも、やっぱそういう風なね、まあキャラクターは結構はっきりとスポットライトをね、浴びてるところは
まあ結構そういったところの差は大きいですけども、まあでもやっぱそういうタイトルもレイ名前でもありますからね、そういった感じでもねやっぱりね、キャラクターの立て方はやっぱりね、五感もめちゃくちゃうまかったんじゃないかなと思いますね。続きましてはこちらでございます。辞書編一巻でございます。こちら点数の方がですね、まあでも46点かな。なんかもうこういう、ジャンル的には、まあ、職業漫画でね、まあ、辞書を作る、まあ、会社とかではないですけども、まあ、編集部部門みたいなところのね、まあ、そういう仕事風景を描いた作品ではあるんですが、なんか僕のね、やっぱりね、理解力の低さっていうところから、やっぱ辞書って本当ややこしいなっていうのが、そこら辺がね、やっぱりめちゃくちゃ入ってくる、すんなり入ってこないっていうところがね、まあでも職業漫画としてはこういう風に書くのは、まあ必然かなとは思うんですけども、そんなに興味までは持てんかったなってぐらいですかね。まあなんとなく知ればそれでいいやぐらいの感覚の、ちょっとそういった、ジャンルっていうかね、業界っていう意識になってしまったんでね、まあ人によってはまあ辞書っていう世界もちょっと興味を持つかなと思うんですけども、まあキャラクターとかもね、やっぱ情熱増しぐらい辞書へのね、愛情たっぷりって感じのキャラクターなんでね、そういうキャラクターから影響を受けないわけではないかなと思うんでね、まあ、まあ職業漫画が好きな人はぜひともちょっとね、読んでみてはというふうには思いますね。続きましてはこちらでございます。将棋指すけだもの一巻でございます。こちら点数の方がですね、まあでも67点ですかね。まあまあ、やっぱりこういう風にね、女流、女性初のプロ棋士ってぐらいのね、まあ女性との主人公もこの子なんですけども、まあこの主人公の、まあちょっとね、将棋愛の、そこ行き過ぎた演出とかストーリーっていうところが、まあやっぱそういったところがメインになってくるのかなっていう、まあ予想の範囲内ではあるけど、やっぱそのキャラクターとしては、まあシンプルにもちろん面白かったっていう部分でもあるんですが、やっぱね、将棋っていうところになるとね、局面の、まあそういったところを描かないといけないっていうのは必須だと思うし、まあそこは僕はちょっと足りんかなってぐらいですかね。まあやっぱ将棋ここまでのめり込んでるやつ、やっぱ将棋強くて当たり前やろっていう方、そういう勢いの方がちょっと勝ってる感じではあったんで、それはそれでやっぱりね、将棋を詳しくない人にとっては、まあありがたいかなと思うんですけども、まあ将棋死にたいって人もやっぱ中にはいると思うんでね、そこのバランスは僕自身はね、本格的な部分も大事かなと思うんでね、まあちょっとね、まあ作品とね、まあコンセプトとしては、まあしっかりしてるんじゃないかなというふうには思って、出ますかね。続きましてはこちらでございます。月とライカとノスフェラという一巻でございます。こちらの点数の方はですね、まあでも73点ですかね。まあ本当典型的な一巻かなって印象がまあめちゃくちゃ強くてですね、まあ、簡単に説明するとね、国と国との戦い戦争というのを宇宙が舞台になっていて、その片方の国の、まあ、主人公、そしてこの表紙になっているこの子がまあ吸血鬼っていうのはね、まあ見た目はほぼ人間ではあるんですけども、まあその吸血鬼の子が、まあ、人体実験にまあ利用されるっていうような話にはなってるんですよ。まあでもまあその実験にまあ適応できるかどうかっていう検査を一貫で全て描くっていうような形になってましてですね、今の段階ではまあ吸血鬼ってどういう風な特徴なんかなっていうのはまだちょっと薄いかなってぐらいでは感じてはますし、それがまあまだ一貫でしかないからこれぐらいのペースだったらしゃあないかなとは思うんですけども、まあ逆に気にならんことはないんでね、下手したら恋愛パートになってもおかしくないし、まあ国をね欺くっていうかね、もしかしたら国賊みたいになってもおかしくないかなっていう展開の楽しみとかはまあまあ想像すれば面白くなるかなと思うんでね、まあラノベはめちゃくちゃ売れてるらしいんでね、まあラノベがちょっときついという方はまあコミカライズの方でもね、ぜひとも読んでみてはというふうには思ってますね。続きましてはこちらでございます。千年狐一巻でございます。こちら点数の方がですね、まあこれは93点ですかね。これは僕は面白かったなと思いますかね。まあざっくり説明するとですね、まあ、中国の秦の時代っていうのが舞台になっていて、その中国にまあちょっとその時代に住んで、まあ、生きていた、キツネが、まあ、人間に憑依することができて、その人間たちと、まあ、自分の知識のまあ探り合いとか、あるいはそういったところの歴史などっていうところをまあ面白おかしくね、まあそのからかうとか、そういう風なね、人間としてキツネとのちょっと
ょっとね、そういう関わりを描いた作品っていうところになってまして、まあ、キツネが、まあ、主人公ではあるんですけど、別にキツネだけじゃなくて、いろんな動物とかも、まあ、喋れるようなね、まあ、ジブリとかもよく見ますが、そういった感じのキャラクターとかも多くてですね、人間は人間として、まあ、そういうふうな、認識は、まあ、わかりやすいというか、まあ、感性っていうのは、別にね、どうってことないかなと思うし、ね、やっぱ、動物側がね、なんかなんでそこで泣くのとかっていう風な、そういう風な、なんかちょっとそういうずれた感覚とかっていうところ、掛け合いとかもやっぱ面白くてですね、まあこういう時代が実際あったかちょっと僕もね、さすがにそこまで歴史は詳しくないんでわからないんですけども、まあ別にそういったところが、まあ、二次元というかね、フィクションだったとしても、まあ僕自身はね、そういう舞台は舞台として、なんでこういう舞台になったのかっていうところも、まあそういったところもちょっとね、興味深いっていうか、まあちょっと想像考えたくなる部分でもあるかなと思うんでね、ドラマチックな話とかもまあよく作れますし、まあ笑いだけじゃないコメディ漫画ってはっきり言えないっていうところのね、もう面白さの幅もまあなかなか聞かせてる部分も多いかなと思うんでね、僕自身は結構ね、この作品まあ面白いかなと思うんで、ちょっと2巻もねすごく楽しみに待ちたいかなというふうに思います。続きましてはこちらでございます、フェアリーテイル100年クエスト編1巻でございます。こちらの点数の方がですね、まあ84点ですかね。まあやっぱり僕もフェアリーテイルは本当ね、めちゃくちゃ好きな漫画だったんで、まあそれの続編っていうことで買ったんですが、まあでもやっぱり普通にやっぱ面白かったっていうのもありますし、フェアリーテイルの元々はね、100年クエスト行くぞってところで終わったんですよ。それの続きがこれっていうことで、でも僕はね、本当元々の作品が出し尽くしたんじゃないかなと思ってたのが、いや、まだまだ引き出しあるよっていうところのね、やっぱ、真島先生の引き出しの多さっていうのもね、まあこの巻でも感じた部分があって、あ、まだこういうやつも出てくるんやけど、こういうやつもいたんやっていうところが、いやー、なんかそこら辺もね、ほんとまだまだいろいろやりくりできたっていうところも、まあやっぱすげーなとしか言いようがなかったですし、再現もなかなかですね、まあ、真島先生が書いてるわけじゃないんですよ。上田先生の方が作画で書いて出して、いやー、でもそれもそれでやっぱりね、フェアリーテイルの世界っていうのをまだまだ堪能できると思うんでね、まあフェアリーテイルファンは僕自身はね、まあ絶対読むべきかなっていうふうには思ってますね。続きましては、こちらでございます。ティエンポ1巻でございます。こちら点数の方がですね、まあやっぱ93年ですかね。いや、ほんと面白いですね、ティエンポね。もうやんじゃんで僕もね、新年祭から読んでるんですが、まあこういう主人公でね、この子が、まあ、めちゃくちゃ怖い先輩に、まあ、怒られるっていうプレッシャーと戦いながら、まあその先輩をどんだけおだててね、まあ自分が大好きなサッカーをどんだけ続けられるんかっていう風なね、まあやっぱその聞くだけに見ればまあギャグ漫画かなと思うかもしれませんが、まあサッカー愛の強さっていうのもすごく感じる部分もありますし、どうやったら先輩ぐらい近づけるのか、先輩を怒らせんと、まあしっかりちゃんと、まあ先輩フォワードなんですけどもね、その先輩にどうやってね、しっかりと パスを供給できるのかって研究するっていうところも、まあなんかちょっとね、耳からっていうところかも、なんかサッカー漫画として僕は結構しっかりしてると思うんですよ。なんか地味なトレーニングっていうか、まあこれは基本なのかなと思うんですけど、まあ基本がしっかりできた上でレギュラーになれるっていうところも、まあ実にね、そこら辺もしっかりやってるんかなと思うんで、めちゃくちゃ僕もサッカーに詳しいとかっていうふうに自信持って言えるわけではないんですけども、まあでもやっぱその本格的にやりながらちょっとね、ずれた設定を入れて組んでくるっていう、まあ作品の作り込みはしっかりしてるかなと思うんでね、まあその特徴はしっかり描かれてると思うんでね、僕自身は本当おすすめの作品かなと思うんでね、まあ気になった方は、まあちょっと僕もずれた作品といえばそれまでではあるんですがね、ぜひともね、読んでいただきたいかなというふうに思ってますね。続きましては、こちらでございます。ジム、女子柔道物語全5巻でございます。こちらの点数の方がですね、まあでも78点ですかね。まあもちろんね、こういう柔道漫画としてはまあ本当無難に面白かったなと思いますし、まあ作品自体はこの、原作の方が、元々柔道部っていうところの功績などから、まあアトランタオリンピック優勝とかってなった方で、その人の話ってあるんですかね。ちょっと僕もね、ちょっとちゃんと調べてないんですいませんね。それもちょっと申し訳ないんですが、それを、そのストーリーというところを、まあ小林誠先生が描くっていうようなね、そういう作品になってまして、めっちゃ真面目に練習しながら、そんなことするんかっていうところの、ちょっとね、ギャグっていうところのセンスもやっぱ素晴らしくてですね。でもまあ、僕自身はやっぱりね、こういう元から、やっぱりね、最初からオリンピックにめちゃくちゃ、まあ、出場できるぐらいのすごい選手っていうところが、まあ最初にね、そういう風に描かれてるから、
なんかやっぱりそのどっかでこういう素人とはいえやっぱりまあオリンピック選手ってぐらいのそれぐらいのね才能っていうのはまあ分かりきってるかなーってぐらいの感覚ではあったんで、すごい選手を描くって作品だったら、まあこうせざるを得ないかなっていうかね、もしかしたら柔道家とか、柔道に詳しい人やったら、この方のことをもしかしたら知ってる人もね、結構おられるかなと思う。そういう人にとっては、ストーリー的には意外性はないかなと思うんですけども、まあ、シンプルに柔道漫画としては僕自身は全然楽しめる作品かなと思うんでね、まあ6巻以降もちょっとね、読んでいこうかなというふうに思います。そして今回最後になりますが、最後の作品はこちらでございます。ラジエーションハウス全6巻でございます。こちらの点数の方がですね、まあやっぱ92点ですかね。まあ本当普通に面白かったっていうのがね、そういう感想にもなりますし、まあ職業漫画っていう風な作品ではございますが、まあ舞台がね、放射線科医、放射線技師っていう、まあところのね、まあ医療漫画になるんですけども、ラブコメ要素っていうところがね、やっぱ一番ね、本当よくできてるっていうところが多くてね、まあ一つ挙げるとすれば、まあ主人公は、そのね、ヒロインのね、その放射線線回のこの、そのことを、まあ、子供の時の約束をね、果たすために、まあ、たまたま、空きが空いてた、その病院にね、就職するっていうような形になったんですけども、まあ、元から子供の時からね、まあ、放射線技師っていうのは、まあ、あくまでサポート補佐みたいな役割になるんですかね、放射線回の。まあ、その子の助けになるために、必死に勉強して、そして立派な医者になったっていうところが、それがやっぱり愛のために頑張るっていう風なね、まあ、その主人公ひたむきさ加減っていうところが、ものすごく伝わってくるんですけど、もともとね、まあ、子供の時の約束とかっていうのがまだ覚えてるのかどうか、まだ思い出せてないっていうヒロインの子っていうところの認識もあるんですけども、まあその子からしたら、まあ嫉妬を生むっていう風なね、そういう流れはやっぱ面白くて、なんかやっぱ思いがね、素直に伝わらないっていうところが、まあ逆にこれがね、今後やっぱラブコメっていう要素が下手したらこの作品の核になるっていうかね、それがやっぱり展開をいろいろね、分岐点になりそうなっていうところにも繋がってくるかなと思うんで、いやー、やっぱね、まあラブコメという風な、まあ進展っていうところも全然ね、今後もあり得るかなと思うんでね、僕自身はすごく、楽しみな漫画というか、やっぱラブコメ要素は、絶対必要かなって言えるぐらいのね、ほんとよくできた作品かなっていう風に思ってますね。はい、ということで今回はね、また前後半に分けて、まあ評価という動画をやらせていただいたんですが、まあ12月もやって、ちょっとね、1月ぐらいから、まあ100点満点っていうのがね、ちょっと61点と62点って、まあ変わんないじゃないですか、言ってもね、そこら辺の根本細かく分ける必要ないかなって勝手に僕自身もね、今更になって気づいたんで、まあちょっと来年以降からね、10点満点ぐらいにしとこうかなと思いますね。まああるいは点数つけんこともなるかなと思うんですけども、まあ点数とかだったら逆にね、皆さんにもまあ分かりやすいかなと思うんでね、まあ僕自身がここ何言ってるか分からんことって結構あるかもしれませんが、ちょっと口下手な部分もあるんでね、まあ自分の思いが伝わればいいかなって軽い考えでやってるってところもあるんでね、まあ点数は多分やめないとは思いますよね。まあちょっと10点満点とかにね、そういったところがまあ6点とか7点やったらやっぱりちょっと違いがあるかなと思うかもしれませんけどね、そういうような感覚でも。まあちょっとね、点数配分を考えながらね、まあこういうちょっとね、内容について喋ればやっぱり、それこそ、やっぱりね、面白い作品だったら皆さんにもね、まあ響く可能性もあるかなと思うんでね、まあこういうね、中身もちょっとネタバレしてしまうこともあるかもしれませんがね、そういうふうにね、やっぱ中身を伝えてこそ、まあ作品の面白さが伝わるっていう、こういうスタンスもね、こういう動画もね、まあどんどんやっていこうかなというふうに思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。